でいいところで す, です、ね、私も大好きなところですがね。本当にのどかでいい天気なんですけども、はい、前回の厄除け、はい、そして番組再開祈願ということで特番させていただいたんですけど、はい、それが大好評でした。いやあれは我々も気持ちよかったし、はい、すごくすっきりした気分で、あれで厄除けをやったおかげで、はい、コロナも一変すっと触ったような感じもしたけど、また来たけどね、第2波が今来てます ね、はい、はい、ということで今回も、はい、パワースポット、うん、そして厄除けなどなどですね、うん、特番でいろんなところにロケに行きたいと思っております。ということはあの人がまた来るのかな、はい、来るのかな、ということで、はい、早速行ってみましょう、はい、お願いします。こちらです、はい、コロナ第2波到来で日本中が騒がれる中、バイタル研究所の思いは今だからこそ地方創生。所長ゆうさんと助手の私あやにゃんが神社マイスター万野さんにコーディネートしていただき、滋賀県甲賀市をピックアップしてその魅力を発信していきます。ゆうさんの琵琶湖バイタル研究所特別番組、コロナに厄払いバイタル研究所繁栄祈願スペシャルパート2スタートです。神社マイスター万野さんとの待ち合わせに選んだ場所は滋賀県甲賀市信楽町にある菊茂神社です。よろしくお願いします。今日はオセロのようなご衣装で今日はもうオセロで来てみました、ね、ここに城やったらひっくり返りそうな感じだけどひっくり返るんです。今日はもうオセロでいや甲賀っていう街もいろいろパワースポット多いんですね、はい、そうなんですよ、うん、その中でも、はい、今日は菊茂神社といってね、はい、雨の水中主の神様といって、はい、この世のね三次元ができた後一番初めに、お生まれになった神様がお祭りされてるんですね。ちょっとはぐれましたけど三次元ができた時、あそうなんです、あのビッグバンっていうのがこの世の一番初めに起きましたよね。ビッグバン、あなたは普通のバン、はい、私は初めのバン、バンじゃないね、ノーですね、うん、ビッグバン、ビッグバンのちゃん、宇宙の誕生のビッグバンの時に、はい、お生まれになった神様が雨の水中主の神様という神様の中の中の神様みたいな、うん、一番先祖というか、そうですね、一番先祖の神様がお祭りされている、そういうのがこの甲賀市にあるんです。そうなんです。ですのでもう二人をぜひぜひと思って今日は、はい、バンちゃんに言われたように今日もみそぎを、はい、ちゃんと塩を、すごい、もうめちゃめちゃ綺麗になってまいりました、はい、特に性器の周り汚れてるやろ思ってすり込んできたらもう痛痛なりましたちょっと赤くなりますね、ちょっと赤くなりました、ちょっと赤いぐらいがいいんですか、バッチリです、わかりました、もう透明になられたということで、はい、ぜひぜひご利益をいただきに参りたいと思います、はい、そしたら塩もよろしくお願いします、お願いします。じゃあ早速行きますか、はい、今日もぜひ、はい、そうなんですよ、はい、これちょっと珍しいですよ、参道の真ん中を鉄道がね、うわ走ってるんですか、走ってるんですよ、これ信楽高原鉄道ですね、そうなんです、そうなんです、線路を挟んで、うん、まあ、深海とまあ現世のね結界となってるって言って言われてるのがこの線路になります。神の世界とまあ現実の物質の世界、物質の世界との、うん、電車が通るたびにね、はい、まあ、木下土根水、まあ、この世は陰陽の五行、木下土根水でできてるんですけど、はい、そのまあ神羅万象が一瞬でなんか揃う瞬間があるっていうふうにね言われたりしていて、その通った時にあの写真を撮るとね、うん、オーブが映るっていう風になんかそういうようなことも言われて、光の輪みたいな、そうなんです、そうなんです、へえ、うん、撮ってみようや、そうですよね、あ、来た、あ、集まったな、あ、瞬間にオーブが映りますので、オーブが映るかも、この瞬間に ね、そう神羅万象が起きているというふうに言われてますので、はい、オーブ皆さんは見えたでしょうか、あなたの心にだけ見えるさあ行こうか、行きましょう、早速階段がございます、はい、ので、はい、そうなんです、お尻を向けない歩き方で、はい、ちょっと失礼していただいて、うん、左、右、右というかね、忘れがちやけどね、はい、急いでるときね、そうなんです、皆さんこうやってください、そうですね、お尻を向けない、お尻を向けない、
こは丁寧に書いてくれてますね。書いてくれてますね。前回と同じように、お先に失礼いたします。はい、肘入れていただいて、左手、右手、で手を拭かないんです、はい、そうなんです、このままで、はい、お願いします、はい、じゃあやらせていただきます。喉乾いてるからですあんまり飲まないこれは飲まない方がいいです ね、 ですねはい、OK です、はい、ありがとうございます。手はそのまま、口もそのまま、はい、はい、そのままで、左手、右手、左で、うん、それでこう、はい、で、ここにどうかな鼻はいかんな、鼻はいかん、すごいですが、うまくいきます。はい、これで魂と一緒に肉体もしっかり綺麗になった。綺麗になった、はい、はい、ところでお参拝に行きましょうか。はい、行きましょう、早速、はい、行きましょう。ゆう先生、実はね、ここが9月の第1土曜日に太鼓踊りが行われている場所なんです。地域のお祭りだ。そうなんです、うん、伝統の祭りとして、はい、ま、雨乞いのお祭りだったりとか、はい、あの、ま、戦争の時もね、1回も途切れずに行われていた、実はそう踊りなんですね、はい、でその時は、ま、終戦を願って、うん、地域の方でみんなでお願いしたというところがこの場所になっています。ここにも多くの人が、うん、集うんやろね、地元の人がね。そうなんです、はい、じゃあ参拝行きましょうか。じゃあぜひぜひ、はい、行きましょう。ちょっとまたここで行きましょう。はい、一礼をしていただいて、はい、ちょっと心配書を見せていただきます。大祓いの言葉、高間の原にかむずまります、スメダガムツカムロビカムロミの御子ともちて、八百万の神たちをカムツドイに集うたまえ、カマハカイに計りたまえて、アガスインマンの御子とは、トヤシャラのみずほの国を見せとまおす。我が身は宇宙の正気にして、今は原始の霊化ゆえに。一礼、まず、言うようにやってもらっていいですか。はい、はい、まず一礼に拍手。一礼に拍手。一礼。九拍手。手を前で丸を作ってもらって、深く二礼します。二礼します。そしたらここで最後、40円、はい、入れていただきます。はい、4次元の4ですね。はい、そしたら揃えながら入れます。神聖な気持ちになりますね。本当にそうですね。そうなんです、うん、まあ、これが一番この世の原理原則に合ったご参拝の方法ですので、ね、特にこの引雲神社の神様っていうのはやっぱりすごいんですね、うん、そうなんです。やっぱり中心の神様になります、うん、中心の神様、あの神様っていうのはいろんなところに属されているわけです、はいはい、その中でも八方を、支配するというね、ど真ん中におられるのが、ど真ん中、そうなんです。それが雨の水上主の神様、やっぱり一番初めの神様ですよね。まあ、バイタルで言うたらユウさんのような、ね、そういうことです、そういうことです、ね、ユウさんにお参りをという意味でありがとうございます。ありがとうございます。この参拝終わられた後は、うん、この道をね、まあ、1キロあるんですけど、ここを歩いてもらいたいんですね、はい、三重城の道。そうなんです、はい、三重城っていうのはね、天皇さんとか神様にお伝えする人、はい、を三重城というふうに言うんですね。
はあ、そうなんです、杖ですもん、ね、そういうことなんです。杖代わりとなってお伝えする人のことを三杖白というんですが、はいはい、昔々ね、うん、大和姫の御事が天照様、うん、太陽の神様のご鎮座の場所をね、うん、探されていた時に、うん、まあ、ここにね4年間滞在されたということがあるんですね、4年間。そうなんです。そのまあそれにちなんで三杖白の道というふうに、ね、はいはい、言われています。はい、はい、ですので、まあ、ここをね歩くときはね、はい、お願い事をね、そうなんです、されるとすごく願いが叶うということです。そうなんです。なんですけれども、はい、条件がございます。一、はい、つだけです。あ、一個だけですね。一個だけなんです。人間はもういろんなことをお願いするか、あれもこれもあれも出るじゃないですか、ね、一丸のみということですか。今の時ですからね。じゃあ何を、はいはい、商売繁盛。いやいや、それがあかんねん。すぐ金言うのがあかんねん。この主戦度が17ライバーで儲けてるかもしれんけど、ダメだった。違うね、こういう時こそ人の平穏、そしてやっぱりコロナの収束なんと、それですよ、ゆうさん。それですよ。そう言ってても、それですよ、歩きながら17で宇宙来ますように言うてんやろ。バレた。ダメですよ。はい、一つだけ願って。そうですね。じゃあ人の世の平穏、まあイコールコロナの収束を願って。そこですよね、今のね。はい、じゃあ、はい、ゆっくり歩きましょう。なんかすごい緊張する。そうなんだね。そうなんですよ。ダメですよ。